今日は児童養護施設を巣立つ若者に夢をと題しまして、18歳で児童養護施設から巣立つ若者たちへの応援策についてお送りしていきます。ゲストはモデルで NPO 法人プラネットカナールの広報を担当されている田中玲香さんです。田中さんは世田谷区内の児童養護施設のご出身です。田中さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先ほどまでの話で、まあ、18歳までは児童養護施設にいて、で、高校卒業して、進学するとともに、やっぱり生活環境変わりましたよね。はい。どんな変化でしたか、それぞれ。もういつももう8人から10人の子供とワイワイ暮らしていたのが、うん、パッタリ消えて1人、うん、家に帰っても電気ついてない、うん、ただいまって言っても誰も返してくれない、うん、すごい寂しい孤独感っていうのを早速味わいました。うん、で、まあ経済的にも全部自分で当然やらなければいけないっていう、はい、まあ、それは緊張もしましたか。そのシミュレーション、うん、施設の職員と 念入りにやっていたので、うんうん、なんかその通りやっていれば私は卒業できるっていう自信があったので、うん、それが頼りでした。なるほど、はい、うん、で、まあ、あの大学の生活を経て、社会に出ていくというあの選択をしたわけですか。はい、うん、それはいつ頃。社会に出るっていうよりは、うん、結局私は夢を優先してしまいました。夢は、はい、ファッションモデル、はいはい、若いうちだからできることと思って、就職はせずに、はい、フリーターを長らくやりました、はい、実際その夢はあの挑戦してどうでしたか。まあ、ミスコンという形で出場して、うん、なんとなく成績は収められたので、うん、叶えられたかなって今では思っています。まあ、一方で今ね、田中さんは NPO 法人の活動をしながら、あの児童養護施設ってどんなところなのかとか、あの社会的養護っていうんですね、その、児童養護施設や里親の下で、養育される子どもたちを支える制度ですが、これについていろいろ講演をしたりとかしてるんですよね。はい、はい、そうですね。どんな内容で何を訴えてます？やっぱりこう私の雰囲気からすると、うん、すごいとっつきやすいって思われるみたいで、施設、うん、ってどんなところとか、どんな子たちが住んでるのとか、どんな両親のもとで育てられてる子が住んでるのっていう疑問を持ってる方が多くて、やっぱり知らない人に知ってもらうような内容にはしています。なるほど、はい。まあ、今振り返るとその、まあ、児童養護施設もね、たくさんの子どもたちを今育てている、養育してるし、またこれから里親のもとで育つ子ども増えていくと思うんだけども、まあ、どんな場所で、こう社会はこうみんなで応援してるっていう感じになった方がいいなと思うんだけれども、そのあたりはどうでしたか。やっぱり世田谷区は応援の力がすごいいい地域だと私はいつも他の地域でも PR してます。やっぱり他県に行くとやっぱりちょっとご年配の方が、まあ、偏見といいますか、悪い子たちが住んでる場所だからあの子とは関わっちゃいけないよとか、それが子供に受け継がれて子供が施設にいる子をいじめるとか、そういう話も聞くと、やっぱり世田谷区にいた時っていうのはそういったいじめ一切なかったですし、施設にいるからということで差別を受けたり、はい、排除されたりすることはなかった。全くなかった。あ、それは良かった、うん。まあ、それだけやはりあの施設自体もあったかく、はい、また子供たち同士もあのお互い支え合ったり、あの、はい、本音を言い合ったりみたいな、そういう場でしたか。はい、でかつやっぱ地域に、まあ、包まれているような場所だったので有意義に過ごせました、うん。はい、区長、前半でもご紹介しましたが、はい、世田谷区の世田谷若者フェアスタート事業、そして世田谷区児童養護施設対処者等奨学基金を区民の皆さんに具体的に支えていただきたいですね。はい、世田谷区で、まあ、田中さんがいた福音寮など、あともう一つ育成園、東京育成園っていう児童養護施設があるんですが、まあ、いずれもですね、虐待問題などに現在も関心高いですよね、うん。で、いちいちも早くそのお子さんを保護するべきだと
いう声は高まるんですが、でも8歳でね、児童養護施設に入った田中さんが、まあ、10年18歳までそう過ごしたわけですね。ですからどんどん成長するわけで、じゃあそうやって社会が預かった若者たちをちゃんとそのフェアな条件で、こうスタートできる状況かどうかっていうことを考えてみると、まあ、経済的なところで奨学金などまだ足りないよねということで、給付型奨学金付き3万円っていうのをまず創設しました。それから、住宅費かなりかかりますよね。で区営住宅で、何人かでシェアして住んでもらえると、まあ、1万円の負担で暮らせますよっていうのを、まあ、住宅支援ですね。からもう一つは一人一人がバラバラになって、一人の力限りがあるので集まって情報交換したりする居場所支援、この3つをねフェアスタート事業ということで、始めていこうという頃に多分その情報が田中さんのもとにも入ったと思うんですが、はいはい、まずどんな受け止め方だったでしょうか。私は施設を出てから2年間は一人暮らしを経験して、で20歳になって、ちょうどこの授業が始まるっていうところで、自立支援コーディネーターっていう、うん、まあ、専属の自立の先生がいるんですけど、その人に授業の話を聞かせてもらって、まあ、毎月4万円かかっていた家賃が1万円になるならいいじゃんと思って利用することに決めました、うん、はい、学費の方はどうだったんですか。学費はですね、実は半年間留年していたこともあって、うんうん、まあ、カツカツでした。このペアスタート事業の奨学金は使えなかった、残念ながら。あ、そうなんです。もうちょっと早くできていれば、はい、れば、はいはい、ということで、田中さんが1億円を超えたこの基金が、はい、でおそらくもっともっと児童養護施設や里親のもとから羽ばたいていこうとする若者たちに、まあ、一緒にねもっとこう後押しの環境をさらに作りたいなと思うんですが、いかがですか。それはもちろんもう大賛成ですね、うん、はい、はい、でどんな支援のあり方が一番いいのか、それは田中さんも含めて、その当事者の皆さんの声、それからこの問題に関心を寄せている実は世田谷区児童相談所も作るんですね、うん、4月1日からなので社会が預かるという場合にしっかりとそのバックアップしていくと、うん、そんな社会的養護の仕組みを作りたいというふうに、思っています。で、うん、田中さんのこれからの夢、活動の目標聞かせてもらえますか。やっぱりこれまでは自分が未熟なこともあって自分が自分がっていう感じで私が前に出るって感じだったんですけど、これからは一歩引いて他の後輩たちの発言を、まあ、もっとみんなに周知してもらえる手伝うとか、そういうバックアップの役割がしたいなって今は思っています。自分がじゃなくて、はい、支える側にもあると、はい、はい、大変田中さんの魅力あふれるお話を伺ってきたところですけれども、最後に区長、本日のお話のまとめをお願いします。はい、田中玲香さんはもうね、4年か5年前、福音寮出てすぐの頃かな、はい、から知り合いなんですね、はい、でシンポジウムでこうやって話してくれたりとか、すごく明るくね、で、率直に意見を言ってくれるんで、とてもありがたかったと思いますし、田中さんだけじゃなくて、そうやって自分の状況こうだよって話してくれる子も増えましたね、はいはい、でこのフェアスタート事業をさらに広げていきたいので、ふるさと納税も含めてぜひ寄付の方ですね、参加してほしいと思います。で4月には世田谷区の児童養護施設に行くかどうかも判断することになる児童相談所、はい、いわゆる児相って言いますけどね、でこれができます。で、同時に、世田谷区ならではの一人一人の子どもに優しい、また可能性が
あれば何にでも挑戦ができる、制限されない、まあ、そんな環境を作っていきたいと思っています。はい、ありがとうございます。本日は貴重なお話をどうもありがとうございました。今日は児童養護施設から巣立つ若者たちへの応援策についてお送りしてきました。田中麗華さん、ありがとうございました。ありがとうございました。